仮面がですね、エデルソン、そしてジンチェンコ、ディアス、ストーンズ、ウォーカー、そしてギュンドアン、フォーデン、ベルナルド、デブライネの29番、そしてスターリングとマフレーズ、こういったあの形でした。意外だったのはカンセロとロドリをですね、まあ、スタメンから外して、ジンチェンコとギュンドアンを出たというような形です。対するチェルシーなんですが、右3で対峙しています。チェルシーの特徴として2つありまして、一つが5バックで迎撃、そして可変型、形をとってます。もう一つが、523なんですが、5-3-3です。まあ、5-3-3と、まあ、一人多いというところなんですが、この三つのバイタル、左右中央のバイタルを、このジョルジーニョとカンテ、2ボランチがスライドしてなるべく詰めます。なおかつ、迎撃可変型になるので、このアスピルクエタ、リュディが、チアゴシーバが、このバイタルに対して前に強く出ます。そうすることによって、三つの左右中央のバイタルを守るというような形でした。5-3-3という形なので、カウンターの時に3トップ残せます。ハバーツ、ベルナー、マウント。この3人を残せる形。という形でカウンターを仕掛けます。デブライネも、この、迎撃によってですね、負傷してしまうんですが、このように後ろ向きの状態でデブライネがボールを、バイタルに落ちてきて受けたとき、リュディガーがディフェンスラインから離脱してもがっつりボールを奪いに行きます。この強度があります。でもここでデブライネが負傷して退場してしまうようなシーンがありました。結局、一般編型の、なおかつギリ533と守備構造を崩せず無得点で終わってしまいます。で、シティのもう一つの問題点として、スターリングとマフリーズがカットインをするというところなんですが、このチェルシーの分厚いブロックに対して、横方向にドリブルしてしまうと、さらに中央が詰まります。マフリーズもどちらかというとカットインをするタイプなので、このようにですね、中央が渋滞してしまうというような問題があります。スターリングが例えばカットインしたときにですね、まあ、中央のデブライネが29番で、まあ、ワイドを取ってですね、というシーンもあったんですが、真ん中の選手がワイドに向かって走って、幅を取るというのは効率が非常に悪いです。かつ、可変型、迎撃型なので、スターリングはどこにドリブルしても、まあ、極端な話ですね、どこまでもついていっても問題はないです。守備構造は崩れないという形になるので、スターリングのカットインに対してどこまでもついていきます。こういったところでですね、攻撃に幅も取れずスペースがなくなってですね、詰まるシーンも多く見受けられました。失点してしまったシーンなんですけど、シティのハイプレス、シーズンを通して実施していましたが、それが裏目に出ました。だからどんどんプレスをかけるんですけど、チェルシーは疑似533取ってますので、前に3人残ります。なおかつ、ハイプレスなので、スペースがあります。カウントとハバーツがうまく、このライン間のポジションを取ります。この中盤のラインとディフェンスラインの間で、立ち位置取ります。で、シティは、このライン間に入った選手に対して、フォーバックで、出ていきます。迎撃していきます。マウントがライン間を取った時にストーンズがついていくので、このストーンズが出たスペースというのは大きくなってしまいます。しかもですね、この真ん中にいるのはベルナーというところで非常にスピードがあります。よってベルナーの裏抜けが発生する。広いスペースでベルナーの裏抜けが発生してします。で、ルベン・ディアスがなんとかついていく。ただ、今度はついていったスペースが大きく空きます。そこにハバーツがついて入ってきます。で、ジンチェンコもついていきます。ただ、大きなスペースでの1対1になってしまう。もしくは裏抜けが完全に成功してしまうというところで、得点シーンもこのような形だったんですが、チェルシーの狙いとしては、シーのハイプレスに対するカウンター。特にベルナの裏抜け、ハバーツマウントのバイタル受けからの、最後のフィニッシュの役割。前の3トップを残すために、素敵な5-3-3。こういった形でですね、カウンターを成功させて、シティは中心に敗れます。今回は、トゥヘルが就任したのが、およそ1ヶ月前というところで、戦術を仕込む時間がなかったと。トゥヘル自身も、このタイミングでの就任なので、やり方を大きく変えるということは好ましくないと発言しています。となると、ナゲルスマンがやっていた戦術を基本的に踏襲する形になりまして、ディフェンスのところも特にそうです。ただ、シティに対して、この 4-2-3-1 の守り方というのは、かなり難しくなります。4バックに対して5枚を配置するシティの得意な形、
ベルナルド、グリリッシュ、ノワイドは逆足ウィンガーでありながら幅を取ることができます。さらに真ん中にハーランドが加入したことによってハーランドはセンターバックを吸着する、形になりますので、幅が取れるウィングに加えてハーランドがいるというところで相手のフォーバックは最大限引き伸ばされるというところで、ディフェンスラインでブレイクというのは非常に確率が高くなります。またカウンター対策では 3-2-5 を基本として、まあ、シンプルに考えると 3-2 でこの5枚で守備をすることができますし、なおかつこの5枚のうち4枚はトップクラスのセンターバックを配置しているというところになりまして、守備カウンター対策というのも安定しています。バイルはボールを握れず、カウンターの時も2列目のコマン、サネ、モシアラが守備に対応させられる時間が多かったので、カウンターの枚数も不足して、点も取れなかったというところになりました。セカンドレグが控えてますが、この2年前シティを倒したトゥヘルの疑似533を仕込んでくるのか、そういったところが、私としては注目しています。